こんにちは、こんばんは、タイポンです。はい、今回の動画はですね、ちょっと FIFA17 の、軽く紹介みたいなとこも含めつつ、ちょっと FIFA17 ウイレ2017どっち買った方がいいのみたいな、多分思ってる人いると思うんだけど、俺はもう2010年からウイレから切り替えて FIFA ずっとやってるんですけども、でもウイレは去年ちょい久しぶりに買ったかな。去年買ってすごく面白かったですね。ユーロの時期もあってすごい国を使いたい時期だったんで、ザキシノとよくウイレをやってましたけども、もちろん FIFA にはね、いいとこも悪いとこもあるし、ウイレにもいいとこもあるし悪いとこももちろんあると思うんで、どっちがとかね、でも俺個人的にやっぱ FIFA の方がぶっちゃけ全体的に優れてるとは思うんですけど、なんでちょっとね、こっからは俺はもう FIFA 信者なんで、もう FIFA のことをすごくいい風に言うかもしれませんけど、ちょっとあんまり嫌いにならないでください。本当にウイレもすごく好きですよ。はい、でとりあえずサッカー好きだからサッカー好きな気持ちは一緒だから、みんなと。はい、とりあえずちょっと説明していきますね。じゃあまず、ウィーニングイレブンの説明ね。2016年、非常に楽しかったです。俺普通に楽しかった、ウイレにはない感じの試合の動きとかね、選手の動きとかないモーションももちろんあるし、あとは、国が多いね。ライセンス取れてる取れてない動向は置いといて、国が多いっていうのがすごく良かったっていうのと、あとはちょっとブンデスないのと、あとプレミアリーグのライセンスがね、本当にやばいっていう、取れてないっていうのもあって、ちょっと海外サッカー好きな人はちょっとなって感じで、チャンピオンズリーグあったりとか、アジアの ACL あったりとか、いろいろ充実はしてるんだけども、満足はちょっとしなかったかな、そういうクラブ的なもんでは。ただ普通にゲーム性とかは俺はすごく面白いなと思いました。はい、で2017年引き続き今年買ったんですよね。買って今回バルセロナがすごくこうピックアップした感じで、表紙を飾ってたりとかしてて、すごかった、すげえリアルだった。はい、すげえリアルだったんだけども、なぜか知らないけどリーガエスパニョーラのライセンスが全部なくなってました。名前は本物だったかな、偽名ではなかった確か。ただバルセロナとアトレティコマドリードだけのライセンスが取れてて、他はなくなってまして、でプレミアリーグに関してはアーセナルとリバプールだけだったかな、ライセンス取れてたのが。他はもう全滅って感じで、でもユニフォームももうぐっちゃぐちゃだし、もうなんかよくわかんない感じになっちゃってて、で2016年の時は一応紙データっていうのがウイレにはあって、それをプレミアリーグ全部やったんですよ。スタジアム、ちょっと俺は本当なんかいろいろ完璧にやりたかったんで、スタジアムの名前とか監督の名前とか、いろいろ全部変えて、このなんかユニフォーム の画像のデータとかもなんか全部入れてやったんですけど、プレミアリーグを1個それやるだけで7時間そんなかかんなかったかな、さすがに5、6時間ぐらいでもかかったんだよね。すげえめんどくさかった、っていうのもあって、なんかやっぱライセンスねのちょっとつれえなっていうのはぶっちゃけあったんですけど、それでねリーガエスパニョーラがね、潰れてたのでちょっとショック受けちゃいました。かなり今回の2017のウイニングイレブン、なんかいいとこねえなと思って、それで最終的にはもう売っちゃったんですよ。多分これやらないなと思って、やっぱりなんかちょっと細かいね、ユニフォームの細かいところとかはやっぱ再現はできてないので、もちろん背番号のね、型背番号のそのなんか数字のフォントとかがなってないんで、ちょっと今回は売ってしまいました。動きに関しては、その試合中の動きに関してはすごく成長してたなと思いますけどね、より現実に近づいたかなと思うんですけど、やっぱちょっとゲーム感が強いって俺的には思ってしまいました。はい、
ただね、ウィーレってね、ほんとね、なんかその入場するときとか、まあ、なんて細かい演出のなんか再現度がすごく高くて、なんかそのゴールした後とか、なんか人間的な、そのなんて言うんだろうな、グラフィックとかも含めて、やっぱそこはウィーレの方が俺的には断然上かなって思います。はい。でもまあやっぱりライセンスがないっていうのがちょっとなーって思いましたね。はい。で今回 FIFA17、 まあちょっと FIFA17、 俺今回ね、あの神ゲーだと思ってるんですよ今回は。本当にまあ FIFA もちろんね、毎年出てますけど、やっぱ波があるんだよね。今回なんかちょっとまあ面白いんだけど、ちょっとここなんかなみたいなとか結構あったりとかするんだけど、まあ、もちろん今回もまだちょっとしかやってないんでそこまでわかんないけど、俺は今まで出た FIFA の中で一番やばいんじゃないかなっていうふうに個人的に思っております。はい。それがね、まずあれです、実況です。FIFA の実況って本当にねクソなんだよ。ウイニングイレブンの実況はすごく興奮するよね。やっぱジョン・カビラさんのね、熱い感じと、滝沢さんなんだっけ、やばい、ど忘れした、あの長い人、髪の毛が滝沢さんじゃないよね、違う、誰だっけ、忘れちゃった、やばい、ど忘れした。まああの人とかねが実況良かったんですけど、なんかね、ウイレのね、ウイレじゃない、FIFA のね、実況、本当にね、なんか棒読みなんだよ、みんな。今回、福西さん、元日本代表の福西さんだったんだけど、もう最悪でした。なんで、わーって思ってたところなんですよ。この設定でね、ゲーム設定、こちら、英語、こう実況、英語増えました。で、まあ、いろいろサイドライン実況とか、キャリアモード、ラジオアナウンサーとか、まあ、いろいろね、こういうちょっと細かいオンオフとかも切り替えられるっていう、日本語だとできないんだけど、っていうのが増えて、本当に嬉しいです。俺ずっと北米版も一回買ったことあるぐらい、英語の実況の方がいいなってずっと思ってたんで、で、この英語の実況の人はね、実際にプレミアリーグの試合の解説、実況してる人なので、まあ、だから本当日本の、あれだよね、風間さんは監督だ。なんだっけ、あの人、もうやばい、もう全然忘れちゃった、適当なこと言う人みたいな感じなんだよね。だからすごい。で、日本 J リーグ、あ、そう、今回はね FIFA17、 なんといっても J リーグが追加されました。はい、ちょっと見ていこうか。 J リーグが追加されてしまいました。これは本当にでかい、これはマジででかい。はい、こんな感じです。明治安田生命 J1 リーグする、ちゃんとこれは全部ライセンスもしっかり取れてるし、本物ですね。で、能力もね、俺もっと低いかなと思ってたんですけど、しっかりやっぱり評価はされております。 FIFA はね、結構全然なんだこの国、なんだこのチームみたいなところでも、やっぱりしっかり評価されてる選手は評価されてるし、足速い選手だったらちゃんと数値、足速い80以上あったりとかしっかりしてますので、これはでかい。ただです。ただね、顔が全滅です。はい。FIFA は固有フェイスっていうのが、あ、ウィレも固有フェイスってあるのかな、まあ、わかんないけど、作るので、なんか似てないんだよね。もうとりあえず似てない。もうひどい。もう全滅です。唯一、今回の表紙、牧野選手はもうすごい、もう本当にクオリティ高い、似てる。はい。FIFA のちゃんとね、こういうフェイスの人は写真を撮って、360度カメラで写真撮ってるんで、マジで似てるんですけど、ひどい。で、あともう一人、フロンターレの、森本ね。森本は昔から FIFA にはいたんですよ。カターニャとか海外にセリアにいたんでね。で、一回ね、一気に日本人がこういうフェイスになった時に森本も一緒になったんで、多分そのあれでそのままこういうフェイスのままです。はい。だから多分この2人だけかな、今のところ。他にもいたらちょっとコメント欄で教えていただけたら嬉しいなって思います。はい。とりあえずね、能力は安心してください、しっかり評価されてます。こう62とか
67とかいますけど、まあちゃんとそのこのその人の特徴あるあの能力になってますのでね、はあ、これはすごくでかい。まあ顔は似てなくても別にこれ入ったことが大事だと俺は思ってるんで、まあ、全然気にしないです、ぶっちゃけ俺は。はい、この J リーグが入ったってことに意味があるし、ちゃんとライセンス取れてるしね。まあちょっとリーグがね多いんだよ、あと FIFA は。うん、まあ意外とこのコロンビア、チリ、ブラジル、アルゼンチン、トルコ、スイス、このなんか全然知らないところとかね、使わねえなって思うかもしれないけど、まあ使わないよ、ぶっちゃけ。使わないんだけど、こう冬の移籍とか夏の移籍で、なんか意外とこうポーランドとかの、あのクラブからね、結構ビッグクラブに移籍する選手とかいて、まあそういう時使えるよね。うん、移籍してその、使えるから選手を。まあ選手の量がやばい。まあ、全部ライセンス取れてるしね、もうここら辺も。取れてないやつもたまにある。うん、あと今回ね、ちょっとショックだったのが、今回はこれですね、イタリア、セリエ A じゃなくなっちゃいました。カルチョ A っていう風になって、うん、カルチョ B、カルチョ A になっちゃったんですけど、まあでもこの、ライセンスは全部取れてるんだけど、取れてるんだけど、このリーグのね、ライセンスが取れてないっていう、ちょっと非常にショックなことが起きちゃいましたけど、まあまあ別にこれは別にあんま気にしないっていうのと、あとはFIFA はあれですね、毎週これチーム編成でアップデートの更新が毎週土曜日か日曜日に来るんだよね。だからなんかその先週の試合のフォーメーションをそのまますぐ反映とか、選手の能力、まあさすがにちょっと短期間だとないけど、ちょっと長期間長い間置いて、置いてというか長い間経った後にこう最近活躍して選手の数値が1上がったりとか、うん、なんかまあ下がって、もちろん下がる選手もいるんだけどっていうのがありますね。はい、っていうのと、まああとはこのね、ザ・ジャーニーっていう新しいモードが増えて、このハンターっていう選手を使ってで、まあ、プレミアリーグの一人の選手になってね、まあ、ユースから始まるんだけど、ストーリーが、まあ、これ本当にちょっと映画を見てるような感覚になるような、ゲームが増えました。これはちょっとすごい面白いなって思いましたね。あとはね、 FIFA、まあ、これは前からなんだけど、このライブフォームってやつやると、マジでもう今現実の、もう今リアルタイムのやつ、さっきの言ったのは毎週更新のこのライブフォームなしのやつを更新のやつなんだけど、まあ、もちろんライブフォームのやつも更新されてるんだけど、これ今ミッドフィルダー、アーセナル上がってるよね。これはね、調子いい選手がもうそのままリアルタイムで上がります。これはね、ここ今ネイマール、スアレス、メッシと上がってますけど、メッシは93だったかな、元スアレス 92? あ、90か92ぐらいだった。ネイマール90ぐらいだったかな、うん、だからやっぱ3とか上がってます。結構強くなってるんでね。はい、まあ、プレミアリーグはね、まあ、これ FIFA はイギリスのゲームなんで、もう完璧です。すべてが完璧。プレミアリーグもう全部ライセンス取れてます。はい、これほんと下手したらね、2部の人でも固有の人が普通にいます。固有フェイスの人が、はい、さすがに超若手だといないんだけど、もうある程度はもうスタメンぐらいは本当に他国から移籍してきたばっかの選手とかじゃない限りは全員こういうフェイスになってるはずです。ちょっとバルセロナ、はい、選んで、ほらこれ今ライブフォームにしてるんですけど、マンユー今最近ね調子悪いじゃないですか。だからこれ全部下がっちゃってるっていう。バルセロナとアーセナルの顔を見ていきましょう。はい、まあ、チェフもこんな感じで、もう目がキラキラしちゃってる。これベジャリン、まあ、これ、まあ、本当にみんな、はあ、ほら、これ、ムスタフィー、ね、これ、これ、ドイツから移籍してきた選手なんで、こういう風に、ドイツとかね、まだちょっとこういう選手少ないんだよね。まあ、こんな感じでね、ちょっと、こういうフェイスじゃないんですよ、だから。だから、多分これ、次出た時で、ムスタフィーが、もし、在籍していれば、多分彼、こういうになります。はい、で、コシールに、コシールに。モンレアルね、モンレアルもね、こういうです。カソルラ、これジャカ、
ジャカはね固有なんで、あの一個前からあの固有だったんで、メルヘングランドバッハがウラムジー、これで今回のアーセナルユニフォームまあ かっけえな、なんかで、これサンチェス、あ似てるよね、エジル。ジルね。で、手足提言、セージ・ロベルト、ピケ、マスチェラーノ、アルバ、ブスケツ、ラキティッチ、イニエスタ。で、メッシ、これ、見てくれ。これ。まあ、タトゥーももちろん、ちょっと今右手隠しちゃってるけど、ないから、右手隠しちゃってないけどさ、ちゃんとあるんですけど、で、メッシ、これ最新版です、ちゃんと。これね、俺ねウィーニングイレブンめっちゃバルセロナ押してて、めっちゃ押しててさ、メッシーこうなってるかなと思って見たらさ、全然なってなくて、ちょっとそれにも若干ショック受けたっていうのがあって、いやで FIFA これだったらちょっと嬉しかったんだよね。まあスワレスと、まあネイマールはもうガンガンあの刺繍入ってますね、うん、かっこいい。はい、ってことなんで、ちょっと一通り説明というか、なんか俺のなんか思ってることをなんかいろいろ言ったと思うんですけども、まあもちろんね、ウィニングレブンにはウィニングレブンのいいとこがあると俺は思うんだけども、やっぱちょっと今回はマジで FIFA に勝てるとこはあんまないんじゃないかなっていうふうに俺自身はちょっと思っちゃっております。はい、なんかね、FIFA ね、なんか顔が全然似てねえとか言ってる人結構ね、まだいると思うんですけど、俺全然そういう風に思わないんで、すごいむしろリアルだなって思いますけどね。まあ、もちろん似てない選手はたくさんいるんだけど、本当に。セリエ A とブンデスが今だんだん増えてきたかなって感じなんで、まだちょっと完璧じゃないんですよ、そこら辺は。まあ、プレミアが完璧。かな、ほぼほぼ。まあ大体こう、もう有名なクラブ、もうみんなが絶対使うだろうみたいなクラブは、今本当にほとんど全員固有で全員写真撮ってるやつなんで、だいぶリアルだと思います。はい。よりね、こう試合の動き自体もすごくリアルになってきたかなっていう、まあまたよりね、前回も全然リアルだったんだけど、またさらに、あと質感がだいぶ変わりました。はい。なんで俺はもう全力で FIFA17 をマジでおすすめします。まあいろいろ充実はしてるので、本当にもう FIFA 仲間をもっと増やしたいんで、ちょっと FIFA やりたいんで、みんなと。だからもう FIFA に、もう絶対 FIFA に移行した方がいいって俺マジ言い切れるレベルだと思ってるんで、まあ、このタイミングでぜひ皆さん FIFA に移行してみてはいかがでしょうか。はい、まあ、他にもいろいろ魅力はたくさんあるので、それはもう実際プレイしていけばだんだんね、知っていけると思いますので、ぜひプレイしてほしいなっていうふうに思います。はい、まあちょっとまだ迷ってる人がいたら、この動画を見てね、ちょっと FIFA にしましたとか、まあ、ちょっと最初ね結構慣れが必要だと思うんで、まあそれはな、まあ、やっていけば絶対慣れるんで、はい、サッカー、海外サッカー、いやでももう日本のサッカーもか。いやもう好きならもう FIFA をおすすめします。はい。まあ顔がリアルな方がいい、演出がリアルな方がいいっていう人はウィレンの方がもしかしたら合ってるかもしれないです。チャンピオンズリーグやりたいとかね。はい。ってことなので、今回はまあちょっとでも参考になったらいいなっていうか、ちょっと長くなっちゃった。喋りすぎた。もうこれぐらいなんか喋りたくなっちゃったんだよね。はい。ってことなんで、まあ普通にプレイ動画もアップしますので、まあぜひぜひそっちの方も、見ていただけると嬉しいかなというふうに思っております。それじゃあここまでご視聴ありがとうございます。この動画が良かったと思ったらグッドボタン、まだチャンネル登録しない方はぜひぜひ下の赤いチャンネル登録ボタンを押して、チャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあまた次回の日は17実況でお会いしましょう。グッバイ、さよなら、パイオニア。